遅い時間にありがとうございます、本日の我が党の動きにつきまして、お話をさせていただきます。まず被災地からのレポートであります。事務局次長であり副幹事長でもあります菅原一秀議員が現地に入りました。3月20日、3月21日、両日をかけまして、塩釜、松島、石巻、南三陸、気仙沼、陸前高田という形で現地をお見舞い並びに支援状況の把握等々の目的で行ってまいりました。そこではこのような報告がなされております。人命救助は一旦収束をしたというような雰囲気でございましたが、石巻市で80歳のおばあさん、16歳のお孫さん、救出をされました。再度解消されておるということでございます。被害状況は地域によって大きく異なっておりまして、被害のより甚大な地域にはより手厚い支援が必要であるというような認識を持って帰ってまいりました。また県の対策本部に物資が集中をいたしております。物資の供給状況には偏在がございます。実態に応じた的確な対応が必要である。あるいは需要に変化が出てきておりまして、食料だけではなく下着、カイロ、お菓子、あるいはこれ気がつきませんでしたがおもちゃなどが必要であるという報告を受けております。被災地域が非常に広いためボランティアに支援、これは受け入れ体制が整わなければ難しいのでありますが、受け入れ体制の確立というものが急務ということであります。仮庁舎の死亡届の窓口には非常に長い列ができておったということでありました。仙台市内でさえガソリンスタンドは7割から8割が閉店をしておると。10リットルを入れるにも3時間4時間待ちの現状であるということであります。スーパーで、お買い物をいたします際も仙台市内では2時間、地方では3時間から4時間待たなければ買えないということでありました。また市町村によります県や国への災害関係の申請をしなければなりません。その際には行政書類が必要でありますが、これが十分できるような状況にないため、フレキシブルな対応、これは法整備を伴うものでありますが、これが必要である、そのような報告を受けております。2番目に、募金についてであります。3月14日からこの震災に対します、津波の被害に対します、多くの方々から、ご協力をいただいております。本当にありがたいことであります。3月22日時点で、我が党に対しましてインターネットによります、募金が寄せられた額、5000万近くとなっております。これはすべて赤十字に寄付するという方針でございます。全国各地の自民党支部におきまして街頭募金も行っているところでございます。集計が終わりました段階で改めてご報告を申し上げます。本日の17時15分、参議院の委員会の関係でやや遅くなったのでありますが、実務者会議の第3回が開かれました。我が党からは谷、西村両議員が参加をいたしております。いつもの原発対応に加えまして本日の議題は避難者の皆様方の支援ということでありました。私どもから申し上げている点、特に強く申し上げている点は以下の4点であります。まず第一に原発の避難者の方々、震災の被災者の方々、これに対します対応が別々であるということでありまして、被災者対策本部にこれを一本化する必要がある。2点目は日本からの輸出、あるいは日本にお越しいただく海外の方々、これは外国の航空会社によりましては成田に降りないで関空に降りるというようなことになっているようでありますが、これも風評被害の部分が相当にあろうかと思っております。諸外国に対しまして適切な情報発信をする必要がある、これが2点目。3点目は災害の避難所が多く開設されているわけでありますが、状況に違いがあると、先ほど申し上げましたが、公務員の責任者を置くなど市町村が的確に対応できる仕組みを作らねばならないということ、それと関連して4点目、
国がリーダーシップを取って自治体職員を被災地に派遣をするということであります。明日は政府を入れないで政党間での自由討議が行われるということに決しました。なお我が党の対策本部でありますが、平成23年東日本巨大地震ポツ津波緊急災害対策本部、津波ということもよく認識をしておかねばならないことでありまして、自由民主党平成23年東日本巨大地震、津波緊急災害対策本部というふうに名称を改めまして、すべての文書は統一をしてまいります。もう一点、今夕、夕方です。4時10分より、大島副総裁、小野寺五則議員、外国会長でございますが、私の3名で、戦国副長官に対しまして申し入れをいたしました。申し入れた事項はお手元にございます9点であります。概略このやり取りを申し上げますと、まず第1点、私どもとして、今なお被災地では油類が圧倒的に不足をしておるということであります。観光庁避難所病院、これが優先することは当然でありますが、不足している地域、不足量、これのマッチングが十分ではないということでありまして、そのような体制を構築してもらいたいということを申し上げました。戦国副長官からは、ガソリン等は、可能な限り、マッチングについて、精力的にやっておるということであります。今までガソリンの供給体制というのは不効率ということを防ぐためにもかなり精緻かつ高度なシステムというものは構築をされておったわけでありますが、それがかえってあだとなってはいないだろうかと。で、SS が機能回復していないので、タンクローリーの供給とミスマッチが起こっているということであります。そういう認識のもとに、エネ庁と石油連盟が今全力を挙げておるということであります。道路回復が急ピッチに整備をされておる、日に日に良くなっているが、問題がある道路、政府も全部把握をしているわけではないので、ここのこういう道路にこういう問題があるということがあれば逐次教えてもらいたいと。これに対しては自衛隊の活用も含めて、迅速な対応をしたいということでありました。で、被災地へのいろんな物資、復興もそうです、緊急の対策もそうですが、そのためには港湾機能の回復が必要であるということで、サルベージ、つまり、いろんな沈船を沈んでおる船等々あるわけでございます。そのような除去等々も早急に行わなければならない。港湾の回復がまず急ぐのだということでありますが、そのことについても、これに、迅速に対応したいということでございました。石油連盟に対しましては8万ヘクトールの処理場を早期に回復するように頼んでいるということで、あと数日でサルベージ回復ができるような段取りをしておるということでございます。で、3番目に私どもとして申し入れましたのは、被災地のがれき等々、いわゆる、ゴミ、こういう言い方は気をつけなければいけませんが、そのようなものの処理というものが非常に難渋をしておるということであります。もちろん生存者の発見、あるいはご遺体の収容ということもございますが、これについて政府としてこういう方針で臨むということを確立し対処しなければならないということを申しました。副長官からは財産物、つまりA さんのうちに C さん、D さん、E さん、F さん、いろんな方の所有権にかかるものが流れ着いておるということが多くあるわけでございます。これは所有権をどうするかということの問題がございますが、その点を踏まえた上で、長方形的措置が取れないかどうか検討したいという返答でございました。先ほど申し上げましたが、市町村役場においてはその機能が滅失、喪失、あるいは大幅に低下をしておるわけでございます。それに対するバックアップ体制を早急に確立されたいということを申し上げました。ここは認識が完全に一致をしておりまして、今回の震災の特徴はそのような市町村の基礎的自治体の機能が失われているということであります。他の自治体からの人的支援、
あるいは退職された OB の支援、そういうものの検討を急いでいるという返答でございました。被災地の住居であります。これは高台等々に適地がある。でしかしそこの地域に住宅を建てるにあたっていろいろな法律的な規制があるということであります。そういうものに対しまして私どもとして、そういうような特例等々も設けながら、やはり自分たちが住んでおった地域に住みたいという方々が多いわけでありまして、いろいろな仮設住宅を建てるにあたっての、いろいろな法律の特例等々を作って、仮設住宅を建築すべきではないかというふうに申し上げたところであります。また仮設住宅が建ちますまでの間、あるいはその地域をとにかく離れたいという方々もおられるわけであります。全国に公営住宅あるいは雇用促進住宅、民間賃貸住宅等々ございます。そういうものの状況、つまりどこでどれだけ提供できるか、どの方がどのようなニーズがあるかということを需要と供給を迅速かつ正確に把握する組織を整えなければならない。あるいはその住宅に移る UR であれ、あるいは雇用促進住宅であれ、あるいは民間の賃貸住宅であれ、それに要します費用は国が全額負担をするということを明確にすべきであるということを私どもから申し上げました。仙石副長官からは住宅は公営民営を問わず、また縦割りの壁がないように直ちに手配をしたいということであります。そのことに要します費用は国が全額を負担できるように措置をしたいという返答がございました。次に、年度末でございます。被災地を中心といたします企業におきましては、資金繰り等々、非常に困難な状況に直面をいたしております。あるいは今月の給料はどうなるんだという方々、それに対してどこからどうお金を払えばいいんだという企業者の皆様方、そういう状況に鑑みまして、単に融資だけではなくて事業者の事業再開も含めまして、交付金を支給するなどの特例措置を講ずべきである。また雇用調整助成金を大幅に拡充すべきである。このように申し上げた次第であります。このことにつきましては、事業者の事業再開の交付金支給については、事業者が立ち上がれるための出資の一部としてできるかどうか、この検討を行いたいということでございました。もう全く手元にお金もないし、事業所は完全に破壊をされてしまったし、もうやめてしまおうという方々も多くおられるわけであります。そうしますと、そこにおいて事業所が失われ、雇用の機会も失われということになるわけでありまして、再建に向けて単にお金を貸しますというだけではダメなのではないかと。再建にあたってその一部でも国がお金を交付する等々の措置ができないかということについて、検討したいということでございます。また今申し上げましたような多くの措置に対応するため、今年度でございますが、予備費2000億について自治体へそれを交付するということも含めて、早急に措置をせられたいという申し出をいたしました。このことにつきましては、新年度と合わせてどういう形でできるか、いずれにしてもここに使えるお金があるということが被災事業者あるいは被災しておられる方々の目の前にきちんと示せるような形にしなければならないということでございました。8番目に、これはもうすでに実行されているわけでございますが、原子力を除く多くの課題、原子力は原子力でまた別の対応が必要であります。原子力を除く各課題に対応するための一括窓口を官邸に設けるということを申し上げたわけでありますが、これはすでに実行されておりますように、仙石副長官の下で一本化をするということでございました。9番目です。情報発信体制であります。情報発信体制をより効果的なものにするために、これを再検討し一新を図るべきであるということを申し入れました。
これは震災津波対応もそうであります、原発対応もそうでありますが、枝野副長官が一点に引き受けて、原発に対する情報発信、原発事故に対応する情報発信を行っておられる。で、地震につきましては、そのように窓口が一本化をされておるということではないわけであります。で、この情報発信のあり方を一度立ち止まって、これでいいのだろうかということは検討をすべきだと私どもは考えております。例えて言えば、外国のメディアに対します外国語によります発信というものも、発災直後から私どもは申し上げているわけでございますが、未だに適切な対応がございません。また枝野長官も大変に誠実に精力的に対応しておられますが、原子力あるいは放射線医学の専門家ではありません。そういうような知識を持ち、かつ説明能力に長けたものという人を内閣広報課のもとに発令をいたしまして、政治的なメッセージは官房長官が、しかしいろいろな技術的な問題、これは医療も含みます、原子力の安全も含みますが、そのことについては専門的な知見を持った方が会見をすべきではないか、あるいは必ずしも何とかではないとかですね、あるいは何々の可能性は排除されないとかですね、そういうような言い回しというものがあるわけでありますが、国民が本当に必要としているものを迅速か正確に発信するという体制がなければ、これは非常に不安を増幅するということになるわけでございます。そういうような申し出をいたしました。で、この問題点は回答の中でこのような指摘がございました。これは戦国長官がおっしゃったことでありますが、その問題点については検討していると。で、内向きの情報が過剰になっておってというのは国内向きという意味でございます。海外への情報発信がうまくいっていない、国内的にも効果的な情報が発信できるようソーシャルネットワークも含めて検討をいたしたいということであります。また報道官、これは先ほど申し上げた方のようなものを指すのだと思っておりますが、ここの言い回しはなかなか微妙でありますが、の専門家と政治家の中間ぐらいの、これは説明能力、政治家は全て長けているとは申しませんが、の政治家が分かりやすく話すということと専門家の高度な知識、正確な知識、これを両方兼ね備えたような、そういう人が分かりやすく説明をするために必要であるという認識を持っておって、このことも検討したいということであります。官房長官があまりにあまりの多くのことを引き受けて、オーバーワークの状態になっている、それは結果的に情報発信の有効性というものをやや減じているということについては、政府も十分な認識を持っておったということであります。戦国副長官からは、自由民主党がいろんな面で、この震災原発対策に、対応しておるということについて、感謝の言葉がございました。今後とも戦国副長官とのいろいろな情報交換、あるいは災害への適切な対応の関係というものは重視してまいりたいと思っております。官邸で、大島副総裁が申し上げましたように、実務者会議というところで、谷西村雄議員を中心として我が党も最大限の提言を行い、共にこの回復に尽力をいたしているところでございますが、本日は実際の被災地でもあります大島小野寺両議員が特にお願いをしたいということを申し上げたわけでありまして、この実務者会議がさらに円滑に遂行するために資するというふうに考えているところでございます。私からは以上であります。ご質問ございましたらどうぞ。
ちょっとこの関係じゃないですか。子ども手当てのですね、法案の、いわゆるつなぎ法案ですね、今日は与党側が提出いたしましたけれども、これに対する自民党の対応と、それから子ども手当そのものには反対してるわけですけれども、対応についてですね、どのように検討して、現実をこのことについて、党として方針を今、検討中であります。子ども手当そのものに対して、我が党はこれを撤回すべきであるということは、かねてから申し上げている通りであります。その考え方がしますと、これをつなぐということ自体、容認しかねるものでありますが、この未曾有の災害にあたりまして、その点をどのように考えるか、我が党としてこの子ども手当ということをつなぐこと自体反対でありますけれども、この事態を受けてどう対応すべきかということについて、今日明日のうちに方針を確定をしなければならないと考えております。今ここでこうすべきだという確定の答えができる状態にはございません。対応として児童手当ですね、拡充等をおっしゃってましたけれども、そういうことも同時並行で、ね、そうです。ですからこれをつなぐといってもどこまでつなぐかということがございます。で、被災地において事務的な手続きができるかどうかという実際的な問題もございます。で、それと子ども手当にそもそも賛成できない、児童手当に戻すべきである、あるいは児童手当の拡充、所得制限も当然行いました上で、本当に困窮しておられる方々に手厚くということは何ら変わるものではございません。ちょっと拡充部分というのは、その例えば現物の給付とかですね、これまでおっしゃってたような話さようでございます。ただの、くどい言い回しになりますが、の今回の未曾有の災害を受けて、どのようにしてこの復興にお金を回していくかという全体的な脈絡の中で、今まで申し上げたことを基本にしながら、いくつかの点で修正があるという可能性はございます。この点、我が党の姿勢が国民的な理解を得ることも当然必要でございますので、技術的な面も含めてなるだけ早く結論を出したいと思っております。から30キロ圏内の、住民 の、 30キロ圏外へ の、 避難に対して災害救助法適用という話があったというふうにちょっと伺ったので、もう一度明確にどのような話があったのかというのを伺いたいんですが、まずそれは要は福島県は全域に災害救助法の適用地域にしてますので、福島県民であれば避難される方はですね、みんな災害救助法の適用になろうかと思います。ただそのことを、そういうその被災地の方が県外に出た場合も救助法の適用になるので、自治体はしっかり支援をしてほしいと、そのことを周知してほしいということを我々は主張して、藤井補佐官の方もその点はまた官房長官の発言とかいろんな場でさらに周知しますということで、現にそれはやられ始めています。はい、20から30の間の方ではなくて、の県30キロ圏外への避難ではなくて、福島県外への避難ということですか。いえ、それはどこに避難されても一緒です。被災者の避難は災害救助法で、市町村は見る義務がございますので、ただ厳密に言うと、その原子力の場合はですね、費用負担はどうするかというのは原子力基本法で、その事業者の負担との調整の問題がございます。それはまだ政府内においても明確に整理されているとは言い難いと思います。
今回の震災での避難については3県については全て災害救助の対象になってますのでお金は出るということですね。で他方原子力で避難した人たちがそこにプラスアルファおられると。でこの原子力での避難被害については原子力損害賠償法で、まあ、事業者と国の、まあ、事業者が一義的にやって国も一部負担するとなってますが、おそらくそのことを念頭において費用を最後どっちの費用かということを考えなきゃいけないんで今、原子力で避難した人たちの対応は原子力災害本部であり震災で避難している人たちは、被災者生活支援本部であるということで分けてるんですね。とは実態は変わりませんからガソリンもないし、食料もないわけですからもう一元的にやってくれとあなたは原子力の被害でしょとかあなたは震災の被害でしょともう分けれませんから後でそんなお金の話とか考えればいい話なんでまずは区別なく、みんなに支援をやってくれということを我々からお願いしているわけです。他に出てもらえるとか、どうぞ。ちょっと別件なんですけど、はい、今日自民党の茨城県連が役員会開いて、与野党が連携した国内閣を作るべきだということで意見を集めて、近く党本部の方に要請することを決めたそうなんですけど、これについてちょっと受け止めてください。はい、その話すいません、バタバタしておりまして、初めて受けたまいりました。我が党は、先般総理から電話で総裁にご要請があったときにですね、でこれは順序が違うのではないかということを総裁がおっしゃいました。それはどのように政府の体制がなるのかあるいはどのような副総理兼震災対策特命省ですかどのような権限が与えられるのかということについても何らお話がないと。であるいは連立ということであれば当然政策協議というものを経た上でなければならない。そしてそれぞれの党においてきちんとした手続きを踏まればならない、そういうような順序というものを踏むべきではないかということを総裁おっしゃっておられるわけでございます。本当に全ての党といいますかね、この今回は我が党でございますが、我が党も今までの経験、あるいは知見、それを最大限に生かすということは、発災直後から申し上げているところでございます。それに、政府がどう誠実に応えるかという問題でありまして、私どももずっと対策本部を設け、事務局には二十数人の議員が詰め、連休も全く休まずに活動を行い、提言を行いということをやっておるわけでございます。私どもの知見の経験というものを最大限活用していただくために、今も全力を尽くしております。その上で、私どもとして各地方の組織のいろいろな提言というものは当然組織政党でございますので真摯に受け止めながら党執行部において決定をしてまいりたいと考えております。そのような動きが各県連から上がってくるということは今後も予想されることでありますので、あとはこの党本部だけの党ではもちろんございません。その地域の声というものも真摯に受け止めながら私たちの持てる力が全面的に活用できるよう今後とも努力をしていきたいということに尽きると思います。他に、それは何ですか。よろしいですか。はい、ありがとうございます。